はい、今日紹介するおもちゃはこちら、デススターの決戦ですね。過去に、はい、こちらのクリスマスのダースベイダーと2017年のダースベイダーも持ってますので、まあ、こちらとどう違うのかっていうのも徹底的に比較させていただこうかなと思ってますね。まあ、それと2017年のパルパティーンも持ってますので、はい、パルパティーンもね、ちょっとね比較していきますね。はい、そしてね、今回ね、部品の袋がね、6個あるっていうことなので、まあ、組み立て難易度、まあ、かなり低め。はい、あと説明書とシールシート、組み立てていきます。
はい、完成しました。エピソード6、デススターの決戦ですね。まずギミックから見ていきますね。めちゃめちゃわかりやすく簡潔に説明すると、忍者号のブリザード神殿ってありますよね。まあ、あれの、スターウォーズ版っていう感じですね。はい、サイドに塔が2つあって、はい、こう真ん中がスライドで動くっていう感じですね。もう魔境のブリザード神殿そのものっていう感じですね。はい、そしてどういう仕組みになってるかっていうと、はい、横に向けると、こういう感じですね。はい、拡大させるとこういう感じになってますね。そして、はい、こちら側ね、こちら側から見るとシールが貼ってるんですよね。はい、後ろから見ると、はい、ここにシールが貼ってるのが見えますよね。まあ、かっこいいですよね。ちょっと見えにくいんですけど、一応シールがあります。はい、そして両サイドね、同じような仕掛けになってるんですけど、まずこれを戻しますよね。はい、そしてここ、カチッってつけるだけ。しっかりとくっついてくれるっていう感じですね。はい、こちらも同じですね。これで小さくコンパクトになるっていう感じですね。どうでしょう。まあなかなかいい感じですよね。で、後ろ側こちらですね。こちら一応ね、これ外れるんですよね。はい、もう簡単にポチってこんな感じで外れれます。そしてはい、このポッチがありますよね。 1,2,3,4 たった4つのポッチだけで、はい、これをつけてるっていう感じなんですけど、結構ね、不安定かなって思うじゃないですか。それがね、そうではないんですよね。かなりしっかりカッチリついてるんですよね。はい、まあここら辺は結構しっかりしてるっていう感じですね。はい、そして真後ろね、特に何もないんですけど、まあこういう感じで、まあロイヤルガード、ミニフィグを置いて遊ばしてあげることも一応できるっていう感じですね。はい、そしてこの後ろの部分の、はい、このパーツね、結構大きいパーツを使ってますね。これはすごい嬉しいですね。はい、こちら側にもね、結構大きなパーツ、同じパーツを使ってますね。まあレゴシティとかでよく見るような感じのパーツを使ってます。はい、そしてね、はい、デススターってやっぱ宇宙にあるものなので、窓ではないんですけど、一応窓みたいなものがついてるんですよ。レゴ製品だとどう見ても窓なんですよね。はい、一応開いてくれるっていう感じですね。まあ、ただデススター宇宙にあるので、窓を開くと、はい、中にいる、ダースベイダーとかルーク、まあ、全員死んじゃうっていう感じなので、まあ、レゴ商品としては一応窓、実際はまあ窓ではないっていう感じなんですけど、フルプリントの、はい、キャノピーみたいな窓が3つありますね。まあ、これは嬉しいですよね。はい、そして正面にはロイヤルガードが2人いて、はい、こういう感じでね、もう手動で
扉が開くっていう感じですね。あのギアとかは使ってないので、まあ、連動はしてませんね。はい、こういう感じでいい感じに開いてくれますね。そしてね、床もね、あのレゴクリエイターエキスパート風でね、ツルツルなので、まあ、見た目はすごいおしゃれかなって思いますね。はい、そしてね、はい、これをちょっと開けて、はい、これも開けます。で、階段がありますよね。階段で、この階段なんですけど、まあ、ループがこういう感じでやってきて、はい、登っていきますよね。登って、はい、こちら側ですね。よく見ると分かりますかね。これレバーがあるんですよね。このレバーをやると、はい、階段が飛び出るギミックになってますね。もう一度やっていくと、はい、いきますね。はい、こんな感じで勢いよく階段が飛び出るっていう感じですね。で、ちなみになんですけど、階段なんですけど、はい、2段、はい、2段飛び出るっていう感じで、まあ、なかなか面白いギミックではありますよね。はい、そしてね、塔みたいなものがあります。もちろん塔ではないんですけど、どう見てもレゴだと塔には見えますね。だからこんな感じで、はい、ダースベイダーを置いて、パルパティーンを置いて、はい、こんな感じで、はい、陛下落ちろ、息子をいじめるなみたいな遊び方ができますよね。はい、落ちたパルパティーンは、はい、上に上げると、はい、こんな感じで、はい、出てくるっていう感じですね。はい、パルパティーン。はい、そしてね、ちょっとカメラなどかなり見にくいんですけど、はい、中にね、しっかりシール貼ってるんですよね。ここら辺ね、結構見えないんですけど、見えないところも結構しっかりとね、気を使っていい感じにしてくれてますね。全然ちょっと見えにくいんですけど、中はしっかりシール貼ってくれてるっていう感じですね。はい、ちょっとね、見えにくかったので分解しました。まあ、どうでしょう、なかなかいい感じのシールではありますよね。はい、そしてね、はい、わかりますかね。はい、外側にもね、しっかりシール貼ってくれてますね。はい、そしてね、手すりがね、4方向にありますよね。手すり、グリーバスの腕風のパーツを使ってますね、手すりが。はい、そしてね、最後天井棒で締めてるっていう感じですね。はい、手すりもよくできてますね。こういう感じで、はい、動かして遊ばすこともできますね。はい、そしてね、はい、その床になんか、なんだろう、これ、ね、綺麗な装置みたいなものがあるんですけど、ね、回るのかなって思うのかもしれませんけども、これはかっちり固定されてるので、回るってことはないですね。回りません。はい、そして奥にパルパティーンの王座がありますよね。一応ね、取り外しはできますね。はい、取ってこうやって置くと垂直にはならないんですよね。横から見るとね、わかりますかね。こういう感じなんですよね。はい、垂直にはならない。ちょっとね、傾斜がかかるっていう感じですね。まあ、30度ぐらいでしょうか。傾斜がかかるっていう感じになってますね。そして、はい、ヒンジを使ってるので、ある程度、まあ、稼働はするっていう感じになっていて、はい、両サイドにね、プリントパーツを使ってるのと、はい、こちらね、シールパーツですね。シールでデスサが映ってるのが見えますよね。反対側も同様で、はい、プリントパーツとデススターのシールが貼ってます。まあ結構おしゃれでハイセンスでかっこいいかなと思いますね。はい、そして王座には、はい、コンピューターのシールが貼ってあります。そして取っ手が2つあるので、パルパティンのこの武器ではないですね、フォースライトニング。まあこれは取っ手につけてしまうこともできるので、まあライトセーバーとかこういうエフェクトパーツなくす心配も少なくはなりますよね。はい、そして実際王座にパルパティンを座らせると、はい、こういう感じですね。まあ、かっこいいですよね、パルパティン。そしてこの王座なんですけど、まあ、もちろん回ってくれますね。くる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 360度、まあ、回るっていう感じですね。そしてまあこちらにもギミックがあって、はい、ライトセーバーが置いてますよね。はい、そしてループを置きます。このライトセーバーを取るためにループをね、こういう感じで、はい、ジャンプさせて遊ばすことができます。ただね、コンセプトとしてはジャンプして、まあ、ここに飛び移るっていう感じなんでしょうけど、まあなかなか難しいですね。あ、飛びの移った。あ、けどね、ちょっと違いますね。まあこういう感じで遊べますよっていう感じですね。あとは、はい、建物を壊した気分をこういう感じで味わえるっていう感じですね。そして2015年にもね、同じようなものが発売されてるんですよね。2015年のリメイク版という感じではあるんですけど、2015年と何が変わったかっていうと、まあ、デザインが根本的にちょっと新しくなったっていうぐらいの差ですね。2015年の商品もかなりギミックが多くて、まあ、これに近いような感じなので、まあ、特に買い直すほど変わったかなっていう感じはまあないですかね。はい、2015年と徹底的に比較している動画もありますので、概要欄からそちらも気になる方はご覧ください。はい、そしてね、2017年と2020年のパルパティーンを比較していきたいなと思います。表側から見た感じは完全に使い回しっていう感じになってますね。で、後ろ側ですけど、はい、プリントが一切入ってませんよね。
そしてマントの質感はもう全く同じですね。マントの質感は同じで、はい、顔もね全く同じになってますね。で後ろ側はどうなってるかっていうと、後ろ側もね全く同じですね。そしてね、僕これフードを今取ってしまったので、もうどっちが新しいやつか古いやつかっていうのがちょっと判別ができなくなりましたね。もうそれぐらいね、もうそっくりというか、もう使い回しっていう感じにはなってますよね。そしてフードですよね。はい、2017年のパルパティーンのフードはもうどんなレゴ製品でもよくあるような使い回しのフードになってるんですけど、2020年のパルパティーンの方のフードはなんて言えばいいのかな、年騎士団にしか付属してない特別なフードを使ってますね。まあフードが変わっただけ、結構ねまだパルパティーン変わったのかなという感じはしますよね。まあフード以外は使い回しって感じですね。そして次、はい、こちらの左側のねロイヤルガードに関してはね、フリマで買ったので、どの商品に付属してたのか分かりません。例ローグワンのダースベイダーのお城なのか、2015年のデススターの決戦なのかちょっと分からないんですけど、まあ、ロイヤルガードに関しても全く使い回しっていう感じですね。はい、そしてルーク、過去に2015年と比較した動画も出したんですけど、まあその時から思ってたんですけど、このルークもね多分使い回しで間違いないかなと思いますね。2015年のルークと比較してもどこが変わったのかちょっとわからないっていう感じなので、まあルークも使い回し、後ろの顔がはいこういう感じですね。はい、そして次ダースベイダー行きましょう。ダースベイダーに関しては違いがねパッと見た感じわからないじゃないですか。ただね細かい違いがね実は結構たくさんありまして、はい、まず腰のプリントですよね。腰のプリントがねやっぱり違いますね。2017年なのでやっぱりちょっと古いっていうのがありますよね。で足元、はい、2020年このデススターの決戦のダースベイダーはこの膝ぐらいまで細かいプリントが入ってるんですけど、はい、2017年の方は入ってませんよね。はい、あと胸のコンピューターのプリントもちょっと違うっていうのが分かりますよね。はい、ベルトのプリント具合も、まあ、違いますよね。はい、そしてこの肩周りももちろん違いますよね。まあ、違いは結構あるって感じで、やっぱり今回のダースベイダーの一番の特徴、やっぱり腕のプリントですよね。はい、もうこれが欲しくて購入したっていう方が大多数ではないんでしょうか。まあちょっと魅力的ですよね。そして噂では海外限定で出回ってるエピソード5の最終決戦のダースベイダーも腕にプリントがあるみたいなんですよね。まあ腕にプリントあるだけでこんなに欲しくなっちゃうんですよね。まあ今回腕にプリントがありましたけど、まあ次この足の横側にプリントがねあるデザインとか販売されてもおかしくはないですよね。はい、そしてちょっとね2017年と比較しても仕方ないんですけど、2020年こちらのデススターのダースベイダーは背中にもプリントは入ってますね。はい、そしてマントの質感はね全く同じで、質感はかなりいいですね。もう僕が好きなタイプ、布製のマントで、まあ、紙っぽくなく破れにくそうですね。で顔ですよね、顔。はい、2017年の方はちょっとやっぱりアナキンの面影があるんですけど、はい、デススターの決戦のこちらのダースベイダーのフェイスは、まあ、原作通りちょっと真っ白でちょっと死にかけそうな顔をしてますよね。ただ目はねクリクリしてて可愛い。はい、シングルフェイスなんですけど、後ろ側にもねしっかりとねプリントがあるのが分かりますよね。はい、そしてね2020年のカレンダーのダースベイダーと比較していくと、はい、下半身も全く同じですし、顔も全く同じっていう感じですね。まあ両方2020年のダースベイダーなので全く同じでも、まあ、特にこう問題ない、違和感はないかなっていう感じですね。そしてはい、3体全部並べてみると、まあこういう感じですね。まあパッと見た感じね違いあんまりわからないんですけど、まあ細かい違いがちょこちょこあるかなっていう感じですね。はい、まとめるとミニフィグが全部で5体、そしてまあかなりちょっと厳しめに評価しますけど、まあ、ルークがね使い回しで残念で、パルパティーンもねほぼ使い回しで残念、ロイヤルガードに関しても使い回しですよね。今回このダースベイダーのプリント以外ねちょっとミニフィグね、まあ魅力がない、コスパが非常に悪いっていう感じですよね。まあ、だから結構ね費用対効果悪いので、まあ、ある意味超高級品ということになりますよね。はい、いかがだったでしょうか。2020年のスターウォーズ製品、かなり魅力的な商品が多いので、まあこれねちょっとおすすめできるかどうかっていうのがねちょっとわからないんですけど、まあ僕はかなり満足してるっていう感じですね。はい、かっこいいしね、なかなかいいセットだったなと思いますね。はい、ご視聴いただきありがとうございます。皆さんの意見や感想も教えてくださいね。バイバイ。フォースと共にあらんこと。